トイレ貸せってよ。さあ頼むよ、トイレぐらい流しちゃってくれよ。うんここびりついてたよ。踏んだんだから。ケン？何よその態度。冗談じゃないわよ。一言ごめんなさいって言えばね、許してあげようと思ったけど、見てよあのスイカ、どうしてくれんのよ。話して、謝んなさい。話してよ、謝んなさい。ケン、このもう怒った、このブース、お前の母さんっていうブース、なんでもったいない。たちが過ぎたら生まれたてのしずく、木の枝をすべて輝き出すよ、いつでもやっ
の子。あ、やってんね。あと3日なんだよ。できてんの？あ、かわいい船じゃない。そう、船じゃん。見てわかんないの？何？車だよ。何だこれ。俺たち車で作ったんだけどな、船に見えるかな、それ。そっか。お父さん、動かないでよ。ちゃんとな、いい男に帰ってくるよな。それは自分が多いじゃん。お父さん、お父さんの天気は？晴天。僕何したっけ？おとといは。僕どうやんの？な、どこ？お父さん動いたら書けないだろ。ね、お父さん。お父さん、どこ？どこどうやんだよ。お前そんなこと自分で考えてやるよな。ないだよ、お前だけのお父さんないだろ。もうお父さん一人きりねえんだから順番に一人ずついなさい。起こしててよ。はい、ちょっと待ってろ。すぐ済むから。ああ、どこ？お母さん、なんだ簡単だよ。やる、なんか飛んできた。やめろよ。おやろ、早くやるよ。早くやるのかよ。おい、
あんたさっきの何なのよ一体。もっと綺麗なとこだと思ったのに。余計なお世話よ。何しに来たの？ねえ、ここチャイルドハウスでしょ。そうだけど子供預かってくれるとこだね。そうよ。じゃあ預かって。おあいにく様、うちはね動物のホームステイなんてやってないの。よそ探しなさい。預かってもらいたいのは私。あんたを？だから来たんでしょ。何てこと言ってんのよ。入んなさい。なんでよ。なんでってね、うちはね子供が一人で来たからって、はいそうですかって預かるわけにはいかないの。入んなさいよ。うちはねただでやってんじゃないの、商売でやってんの。前金で全額払ってもらわなきゃダメなのよ。はい帰りなさい。お金ならあります。え、うん、払えばいいんでしょ。また出直してきなさい。お母さんかお父さんと一緒にカクカクシカジカの理由で何月何日から何月何日までよろしくお願いしますと申し込むと、そこで初めてこっちもはい分かりました、そういうことならお預かりいたしましょうと、こういう具合なんだから、はい、分かるね。そうね、はい分かったら帰んなさいよ。まださっきのこと怒っている。そうよそうよ、私ねずっと寝に積もったやつなの。はい言ったでしょう、あれはあんたの方が悪いんだって。さっきから優しくすれば何をつけやがって、子供だからってね、容赦しないわよ。はいはいはい。何よ。いいのよ、ただじゃ置かないからね。あんたなんかね保護者同伴で来たってね、うちに扱ってあげられないの。なんだよ、ここまで言うことない。いいのよ、お父さん構えてて。最初は誰だったかな。割り込んだなお前。一番悪いことだぞ。ビリ。なんでだよ。なんでじゃない。ビリだよ。はい。次、はい、はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。あ、今ダメよな。はいはいはい。ダメだよバカ。おお。なんだバカ。ボスじゃないよ。うるせえバカ。てめえなんか全然ダメ。お前、飯抜き。抜きだよ。820円。これじゃ馬券も買えねえわ。あー、せっかく9レースはかかるのにな、俺。バーカ。またなんだ。あれは去年の年のく…え何なんかついてるか鬼。うん、え何よ、まだジロジロ見ないでよ。そんななんかいいことあったみたいだね。本当だな、嬉しいこと必死になって隠してるの顔だぞ。何何何そんなことないよ。だから緩んでろ。
あれ？まず分母を揃える。どうだって？だからどうだ、にしししし、にしし、たんま弱いね、お父さん。もう一度な、何度やっても同じだよ。なことないよ、今度絶対勝つんだからさ。もう一回やってくれる。ただお金だから。時速200キロで京都の駅を出発したんだろ。それでお前京都駅を5分前に出た時速60キロの普通電車に何分後に追いつくか。あれ新幹線と普通電車は線路が違うから追いつかない。真面目にやれよ。ちょっと、はいはいはい、ほら、次から行こう、行きでな。よいしょ。よしよしよし、なに、おい、このままだぞ。ずるすんな。ずるすんな。はいはい、いくら残ったっけ。何が、いや、だからいくらって借金が。ゴロの分な。ゴロの分、75,521円。すごく細かいね。利息3分なんてよそ様にありませんよ。あ、分かった。明日耳揃えてボーンと返すから、うん、期待してて、よろしく。おい、期待ってお前、これやったら、これか、来たか、2億円、来たか、これだ、これも何が、何が、これよ。だからちゃんとな、頼むぞ、分かってんな。はいはい、チャイルドハウスですが。困るな、リコちゃん。は？預かってるんだら預かってるんだらちゃんと帰ってきてよ。なんだ森下ちゃん、どうしたの、どういうこと。こういうことじゃないよ。あのね、あったところ子供がさ、商店街で暴れちゃっても大変。まあまあ、とにかくね、すぐ交番に来てね。交番ってちょね、それなんかの間違いよ。だってうちちゃんと子供揃ってるもん。だって現にここに来てるんだから。しつこいわね、全員いるったらいるの。うちはね、しつけがね、ちゃんとしてるって評判なのよ。変な言いがかりよしてちょうだい。こらこら、もう黙って聞きなさいよ。こらって何よ、こらって。本人がチャイルドハウスにホームステイしてるって言ってるんだから間違いないでしょ。そうだね、いやいや、だそんなこと言ったってさ。ひょっとして犬連れの女の子？やっぱりリコちゃんとどこの子じゃないかも。犬けっかけて怪我にも出てんだよ。あの、ちょっと待って待って待って、あいつ。あの子なんかやったのか。犬暴れさせてね、怪我にも出したみたい。その上、うちの子だなんて言って。あのバカ、一体どういうつもりなんだろう。リコちゃん、どうすんだ。いや、どうすって。男、男ね。いや、けどさ、全然知らないわけじゃないんだからさ。だってしょうがないじゃない。相
つや子供だろうが、ほっとくわけにいかんよ。俺行ってくるわ。じゃあ、お父さん。いや、だってとにかくな、交番に子供が一人じゃかわいそうだから行ってくるよ。お父さん、勉強終わったら遊んでくれる約束じゃん。そうだよ。ああ、そうか。じゃあ、いや、お父さん。うん、私に行く。お父さん、ここに行ってね。お前一緒に行け。行けよ。なんで俺仕事中みんなに勉強教えてんだからな。おめえだっていなくたって同じじゃねえか。当たりだよ、お前。あ。もう、一体何考えてんだか。お父さん、待つ。早くおいでよ、何やってんの。ママ落ち着いて。もうここで喧嘩されても困るんだからさ。困るのはこっちの方よ。親呼べばいいじゃない、親を。いや、もうそれがチャイルドハウスにいるって言ったっきりも、あとは一言も喋んないんだもん。それを言わせるのが森下で、あんたの仕事でしょ。仕事やってんのちゃんと。いや、リコちゃんからこの子のうちに連絡してたね。だから何回も言ってるでしょ、うちの子じゃないって。でもお金払ったればあんたのとこいることになるはずないの。そうよけどね。でも私あんたからお金なんかビタ1ももらってないからね。お前払ったの。どこまで嘘つけば気が済むの。ちゃんと耳揃えて返したでしょ。5周年。セイロガンはラッパのマークが目印です。下痢、食あたり、水あたりにラッパのマーク、セイロガンとセイロガン投与 A 対抗薬品です。 I love, love, I got ベッド
美味しい果物だけ。実のある三十新発売。でもさ、リコさん、あいつせこいと思わない？ちんち一枚札に丸つけてさ。あ、ナス。まさか。うそ。あいつどこまで人をバカにすれ気が済むのよ。あ、やっぱり。やあ、おかえり。しばらく預かることになったんだって。よかったじゃないの。今、契約書に記入してもらってんだよ。お父さん、いいのよ。こんな子にね、ご飯なんかあげることないの。ちょっとあんた、よくも私たち騙したわね。何がうちに帰るだなんて。ちょっと、この子嘘ついたの？あんたなんかね、うちで預かる気なんかこれっぽっちもないんだからね。上田信恵、清和学園1年 B 組、文京区本郷8。親に電話してね、迎えに来てもらう。うち誰もいないわよ。パパはね、2年前からロンドンに単身赴任してるの。それでママはパパが向こうで倒れたから看病に飛んで行ったわ。私今朝まで静岡のおばあちゃんとこにいたんだけど、隣の家に預かっててもらった件がなんか心配になっちゃって。それにもうすぐ夏休みも終わるし、だから私うちに帰ってきちゃったの。本当はね、ママ今晩帰る予定だったんだけど、さっき連絡あって、まだパパの具合良くならないから帰ってこれないって。私一人でも大丈夫だからってママにそう言ったんだけど、なんか寂しくなっちゃって、それでうちにここのチラシ入ってたの思い出して、ごめんなさい。私本当は保護者が一緒じゃないとダメなの知ってたんだけど、どうしてもここに預かってもらいたかったから。そうか、大変だったんだな。リコちゃん、そんな事情があるんだったらお母さん帰ってくるまでしばらく置いてやろうじゃない。そうだよ、一人で留守番なんてかわいそうだぜ。ああ、それにさ、せっかくうちを頼ってきたんだ、嬉しいじゃないの。え、リコちゃん、分かったわ。よし、やった。それでは早速紹介しよう。私がお父さん、名前が桃山おとじでね、おとさんとかお父さんとかみんなから呼ばれてます。うん、本当はね、板前さんなんだけど、子供たちが大好きだからここの炊事係をやってくれてるの。うん、それからこの人がここの経営者兼買い物係。まあ、みんなのお母さんってどこか。それでね、この人がここに下宿してる大学生の五郎ちゃん。ただで下宿させてもらってる代わりに家庭教師と夜の見回りを担当してるんだ。よろしく。あ、じゃあこれ食べてね。さあ、私は帰るとするか。お父さんね、ここの近くのアパートから毎日ここに帰ってくれてるのよ。うん、それから私のことは遠慮なくお父さんと呼んでいいんだよ。みんなのお父さん代わりなんだからね。じゃあ渡した。おやすみ。おやすみ。おやすみ。お疲れ様でした。はい、おやすみ。じゃあな。はい、はい、あら、お前化粧なきゃダメだろ。よいしょ。あらら、すごいね。あのね、ここがトイレね。そんで、こっちが俺の部屋。うん、たるわい、何を叩くの。まあね、ここがね、洗面所。あとからここで顔洗ってね。歯磨きも忘れずに。ここが、あ、
ベッドは？ベッド？生意気言って。布団で寝るのよ。布団の上げ下ろしは自分でやってね。ここはね、炊事洗濯以外は何でも自分でやるの。分かった？朝食は7時半、風呂は銭湯。予算厳しいから1日おきに俺が連れて行く。いやいや、あんたなんかと行くの。何恥ずかしがってんだガキのくせに。いいわ、じゃあ私と一緒に行こう、うん、さあこれがシーツと枕カバーの替えね。じゃあね。あ、そうだ、あんたはもうあれあった、あれよ、保険の時間の時習ったでしょ。まだなのね。なんだ、まだ子供じゃない。じゃあね、おやすみ。卵みたい。何してんの？何してんのか聞いてんでしょ？そうなんだろ？だったらちゃんと言えばいいじゃない。だってダメだって言うに決まってんでしょ。犬の餌代をもらってないって。まあそりゃそうだな。だけどね、黙ってやったら泥棒と同じじゃない。今日のところいいわよ、これ拾って食べさしな。その代わりね、明日から自分のご飯からちゃんとやるんだよ、いいね。おいしい？
のニューゲームマックメインズ、バーガー類でカードが1枚、脱出ルートは必ずある。リッチな商品を目指せ。女の勘が物を言うマックメインズ。マクドナルド。福岡の副都心西陣、その一角を占める RKB モダン住宅店西陣会場、家づくりに役立つさまざまな情報をお届けします。各メーカーの自信作を一堂に集めて展示中。より快適でより潤いのあるマイホーム、西陣の RKB モダン住宅店へお越しください。トイレも他にもいないの。いないんだよ。よかないだろう。ねえ、犬は犬、犬いるよ。靴は靴、靴ないわ。世話やかすりゃ気が済むのよ。もう何したのか、ゆうすずみに行ったのかな。スーパー買い物行ったの。24時間スーパー結構崖がないよ。なんかもうしごたごた言わないで、そうしておいてよ。そんなの契約条件入ってないぜ。夜子供に事故がないように見守るのは夜景の仕事でしょ。ボーナス出るねえ。交番、あいつのうちだって、あいつ誰もいないって帰ってるかもしれないじゃん。やっぱいないのかしらね。あ、のべちゃん。あどうもすいません、やぶ遅く、上田さんのお宅でしょうか。上田、何よ、失礼しちゃうわね。かけ間違いじゃないの。でたらめだわこれ。まさか、かけ間違いだって。もう
もな。あの、どうもすみません、上田さんのお宅です。ちょっと人が寝てんのに、あんた一体何なの、嫌がらせ。やっぱりでたらめだわ。あいつ初めから私たちを騙すつもりで。うわあ、ちょっと。勝手に。じゃあ一尾上田の上、名前間違ってないの、名前は間違ってないとあるんだな。ちょっとなんか手がかりになるようなもん探してよ。よいしょ、これかな。清和学園中学校、江田延、住所東京都文京区千駄木 1-36-2。 心配なの？また奥さんのとこ行ったのよ。家でやったってなったら、わざわざ犬連れてカバンに教科書詰めて、おまけに着替えまで持っていくわけないって。そうだな。そうよ、どうせまた嫌がらせよ。そうに決まってんじゃん。あの子そういう性格でしょ。私が来る時に限っていつも奥さんの方に逃げ出して。ねえ、あの子がその気なら奥さんの方に引き取ってもらえば。そんなに気になるなら奥さんのところに電話して確かめなさいよ。ちゃんとしてよ。いやね、私いつもこんな思いさせて。私だっていつまでもこんな状態我慢できないわよ。離せよ、離せよ、もう。
中に勝手に抜け出すなんて。お金をもらってあんた預かってる以上ね、ちゃんとこっちにも責任があるんだからね。勝手な真似はさせないからね。乗りな。やめてよ、やめてよ。ピップエレキ版 A。